久保さんいやまあ小さいことねやっていかないとダメですよねまあ僕も小さいことやってたんでまあ、こんなことができるわけでそう最初はね小さいバッテリーから始まりまして小さいバッテリーがどんどん進化して今はですねこちらでございますねこんな感じでこれね <laughs>、はい、これねソーラー発電もできてソーラー発電のやつもあるんで まあ今回はねあの地球が住所地球が住所どこに住んでるんですか地球ですみたいないやでもねほとんどの人ってその住む住む場所って多分仕事にあのー、仕事場に左右されてるんじゃないかなと思うんですけどいかがでしょうか住む場所なんでそこに住んでるんですか近くに 会会会社社社があある。北海道ににります。沖縄に会社ってそこに住んでますか多分ないですよね。多分ないんじゃないかなとそこに住んでる理由って会社に、まあ、ある程度出勤できる許容範囲とかねうんなんか本当にね僕ねい,いつも思うんですけど車の中で生活できるし僕,僕車中泊昨日,あの昨日もしましたけどマジで移動しながら動画撮れるし移動しながらセールスできるし移動しながら。 サポートもできるしだ僕が夢見てたのがまあこういうねあのなんだ仕事に憧れてないとあれかもしれないですけど僕がね本当にねあのソーラー団吉くんっていうね「あの鉄腕ダッシュ」っていう番組まだやってると思うんですけど僕あれ見た時ね衝撃的だったんですよ。要はテレビ番組でね TOKIO さんがソーラーカーを作ってねでそ,のそのソーラーカーを走らせて 海沿いを走ってで町の人と会ってこうワイワイやってるっていうでそれ見た時にめっちゃええやんと何これみたいなソーラーカー作るの楽しそうじゃないですかでしかもねそれ旅してなんか美味しいもん食ってでそれが仕事になってるんですよすごないですかそれそんな仕事できたらええなと僕は思ってたわけですよ中学校の時ちょっと衝撃を受けましたよね羨ましいなーっていうなんかこういうタ,タオル巻いてね みたいな感じですね <laughs> で。電池切れる切れるとかねなんかやってたんですけどまあ今今今だったら多分あのスイカのあれですよあの充電させてくださいでがこれ出川さんのやつの充電させてくださいも同じような感じで、あのー、企画としてはね、まあ、似たり寄ったりですけどあのー、まあそれはソーラーカーで出川さんのは旅しながら充電させてくださいみたいな感じな 良ちょうどまあ人それぞれそのライフスタイルってあるのでそれがいいと思うかどうか分かんないですけど僕はそれに憧れてたんで,で今それが自己実現できていてしかもまあ少なくともねこの GTR34 でねそれをやってるのは多分ね日本では本当に僕だけだと思いますこの34でこれをやってるっていうでもそもそも34で車中泊しないでしょ <laughs> しないで <laughs> 多分今ね値段上がってるんで大事にガレージで保管してますよほとんどの人が。 こんなねガンガン乗ってねもうすりまくってますからね結構下もうあんま気にしてないですよねも,うもはやあのエアロのフロントバンパーのやつもう最初ね直そうと思ったんですけどこれね切れねえなみたいな <laughs> 今ちょっともうだいぶボコボコですから下がうんあここまで乗り回してるのはね僕ぐらいじゃないですかねでもねやっぱね久保さんめちゃくちゃいいですよ今223万キロ走ってるんですけど 全然やばいっすね。いや、超楽しいですもん。乗ってて。まあ、久保さんが昔、K でね、あの、なんかこう、こう、遠出したって言ってたんですけど、帰りつまんないみたいに言ってたじゃないですか。まあ、そもそもこれ、運転が楽しいので、どこまででも行けそうなんですよ。もう、本当に。マジで。まあ、そういう目ぎまで今行きましたけど、いや、本当に回れますよ。だって、運転、だから、RB サウンド、26サウンドと、プラス、 このこの何だろうな加速感というかねあの何だろうないいんですよめちゃくちゃ面白いですよ <laughs> で要はずっとゴーカートなんかちっちゃい頃ねゴーカート乗ったで面白くてわーいってやってたじゃないですかでそれがずっとできるんですよずっと <laughs> であれね300円とか500円で10分とかねはい終わりみたいなもうちょっと乗りたいみたいなそんなんやってたと思うんですけどずっと乗れるんですよね <laughs> ゴーカート <laughs> やばないですかこれはねしかもまあ自由自在にねあの下走ったりとか上走ったりとか途中でどこやってみたりとかいろんなとこ見れるしだから死ぬ前にいろんなとこ行けんなっていろんな景色見て他の人が見れないようなね景色も見れてありがたいなと思いますけどね。う いやそんなね車運転しながら仕事とまあこの動画とか仕事と思ってないのでそもそも <laughs> なんか他の人から見るとねいや運転なんか移動しながらねなんか大変そうだなとかねなんか思うかもしれないですけど僕からするとこの行為って鼻をかむぐらいですから申し訳ないですけどねえこの鼻噛むって大変ですかこれティッシュペーパーで <laughs> 鼻かむじゃないですかそれと同等です。 今やっっててることってでもなんでその同等になったかっていうとまあねあの積み上げたからです。ねもう。もうめちゃめちゃ積み上げてきたから簡単なんです。鬼のように。ね。鼻くそレベルですよね本当に。だってそもそも運転してたらちょっと休憩するじゃないですか。か逆に言うとあの、まあ、僕もねあの今日ちょっと昨日寝たんで元気でっていうのもあるんですけど。 あの休憩してる時暇じゃないですか <laughs> どうですか <laughs> まあなんかねみんなで旅行してる時だと話し合いでいるかもしれないですけど話し合いでいないですもん僕ね久保さんから動画送られてきたからあじゃあ休憩次の休憩でじゃあ撮ろうかなみたいなね <laughs> 逆にねありがたいですよね <laughs> 逆に <laughs> そう久保さんは多分ねまあ ね、みんな時間がなくて撮れませんとかね久保さんのこのリレーとかまあ多分僕を超える人は100%いないんですけどねみんな移動してるんでみたいなねそう,もう撮ろうと思えば撮れますからねいくらでも iPhone あればスマホあればいくらでも撮れるし動画なくなっちゃったのからファイルがまたねあれですねはいということで、まあ、タイトルはどうしようかな「地球は住所」 地球が重症にしましょうかいってらっしゃい